ゲルン TV メザスタ TV コラボ企画いろいろ対決どういうこと？まずはお題のポケモンを俺に見せるんだポン。お題のポケモン見せるのか。よし、一つ目のお題は、ポケで100以下のポッポッポポケモン。いいじゃん。ポッポッポッスタート。確かに下で出ないとわかんないんだもんね。捕まえないと。ポン。やめろよ。なくなっちゃう。ポポポポポポ、もういいわ。相性いい。捕まえられるか。ポポポポいけるよ。ピラティナ、あれすごい、かっこいい。一体化したのピラティナと。おお、本物だ。プリンスだ。ポポポポポ、あーダメだよ。ピラティナが、ピラティナなんだ。今一つ、今一つ。この3匹の中に特に
J、不安定が大好きなんだし、おい、不安定なんだ。続いてのお題は、はい、青いポケモンを捕まえる。わっ、そうだよ、そうだよ、青いよ、青いよね。今ちょっと負けてるから、確かに今すぐゲットでもいいかもしれない。よし、今すぐゲットで。素晴らしい戦略だぜ。スーパースターポケモンなので1ポイントあげるじゃん。頑張るぞ。でもお題は変わんないよ。お題は変わんない。よっしゃ、私たちはコバルモン捕まえるぞ。お願い。おい、そこに。おい、おい、おい、おい。さあ、1回目で、え、何の文句もなせ1ポイントぜ。さあ、もうかさるもここが多かったのに。続いてラストのお題を紹介するぜ。ラスト、なんだ、草タイプか水タイプのポケモンを捕まえるぞ。水いるじゃん。マスラオが水だよ。マスラオを捕まえるぞ。今ポケルチームが3で、私チームが2でしょ。だから向こうはスーパースターポケモンも捕まえないと勝ちにならないってことだ。そういうことだよ。まだ最後まで勝負は分かんないからね。分かんないよ。うわかっこいい、かっこいい。ここここここ捕まらないと。レックスやってる。レックスやってた。レックスやってる。フォルムが全然違う。誰がフォルム土台としたらいいの。土台は水だよ。確かに。どうなるのか。ケイドジョンスにしたよ。水ポケモン捕まえちゃったらそれで終わりだもんな。スーパースターも捕まえないと。捕まえないと。さすらを捕まえました。スーパースターが出るまで粘った方が良かったのか。水タイプなので、これはメソポティミチームに1ポイントのせ。それでは終了です。どうなったんだ。ピカピカふわっとはーちゃんです。ニコニコリンコときちゃんです。そしてたっくんです。あいです。さくらです。お前らの本気だと小ざかしい。ジェイです。僕たち4人でペタサラビエーターです。よろしくお願いします。なんでだよー。負けたから怒られたよ。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。おゲータだったので、ふわっそを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。